今日は2024年に改正予定の新NISA の概要が発表されました。そこで新NISA で買いたいと思っている高配当株5銘柄を株価見通し解説付きで紹介していきます。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。この度12月16日に令和5年度の与党税制改正大綱が取りまとめられました。ここで個人投資家の優遇制度、NISA の抜本的な拡充と恒久化を行うことが盛り込まれています。ただご存知の通り、NISA はあくまでも非課税制度ということですから、どれだけ内容が拡充したところで含み損を抱えていたりですとか、配当金も分配金も出ない資産を持っていたりすると無意味なことになってしまいます。新NISA を活かしてビッグウェブに乗るためにも、今のうちからしっかり情報収集して準備しておきましょう。今回は新NISA の概要と新たに設けられる成長投資枠で現時点で買いたいと思っている日本株5銘柄を株価見通し解説付きで紹介していきたいと思います。2024年の新NISA制度開始まで役立つ内容となっていますので、今回の動画は完全保存版として残しておきます。いつでも動画をチェックできるように今のうちにチャンネル登録もお願いします。それではこちら朝日新聞の資料を参考に新NISA の先行ポイントを紹介していきます。まず前提として、積立 NISA と一般 NISA という区分けがなくなりまして、制度が恒久化されます。何らかの改正が入るまでは、NISA という制度はずっと続くということになります。そして新しい NISA では、積立 NISA を承継する積立枠と、一般 NISA を承継する成長投資枠が設けられます。次に、積立 NISA は最長20年、一般 NISA は最長5年間だった非課税期間が無期限となります。例えば一般NISAで購入した株式の利益を非課税にするには5年以内に売却するかロールオーバーという手続きを取る必要がありました。それが今回無期限となりますので、ずっと持ち続けていて OK ということになります。個人的にはここはメリットが大きいと思っています。そして1年間の投資上限額なんですけれども、積立枠が40万円から120万円、成長投資枠が120万円から240万円にそれぞれ引き上げられまして、非課税の限度額は積立枠と成長投資枠を合わせて1800万円にこちらも引き上げられます。ここが最大のメリットだと思っています。例えばこれまで積立 NISA の投資上限額が年間40万円だったことから、毎月3万3000円の積立投資をする人も多かったんですけれども、2024年以降は毎月10万円を積み立てる人も出てくると思われます。そもそも現在の NISA 制度では積立 NISA と一般 NISA の併用ができなかったんですけども、それが今回併用が可能となりましたので、積立投資をしながら日本株や米国株などの個別株投資にチャレンジする人が増えてくるのではと予想しています。ただ個人的には積立 NISA と成長投資枠が併用が可能となってもやる予定はありません。自分が目指している目標と積立 NISA の内容が合致していないからというのが理由です。制度があるから何でもそれに乗っかればいいというわけではないと思います。目の前にある制度やキャンペーン、補助金など得になりそうなことを前提に物事を考える人も多いんですけども、自分がやろうとしていることに対してプラスになりそうな制度やキャンペーンがあれば利用する、それぐらいのスタンスがいいと思います。このように非課税枠が広がって投資の自由度が増したというのが2024年から始まる新NISA の概要です。これまでお届けした YouTube ライブや先日授業をお届けした僕の毎月配当金生活のモデルケースを参考にしていただくといいんですけれども、基本的に配当狙いの株式やリートに関しては平均利回り 5% 以上を目指して投資をしてきています。例えば成長投資枠の上限である1200万円分で配当利回り 5% の株式を購入したとすると、年間で受け取れる配当金は60万円です。これが特定口座であれば約12万円税金が差し引かれますので、1年間で12万円の差、10年間で120万円の差、30年間で36万円分の差ということで、トヨタのプリウス1台分の税金が差し引かれるか否かの話になってきます。ということで僕は長期目線で高配当、増配が期待できそうな銘柄を成長投資枠で購入して長期ホールドでメリットを出していきたいと考えています。それではあくまでも現時点ではということにはなるんですけれども、成長投資枠で購入を検討しておきたい5銘柄を紹介していきます。トップバッターで紹介するのが任天堂です。中長期的な値上がりと高配当を期待する銘柄としてピックアップしています。任天堂は1889年に花札メーカーとして創業されました。1983年に発売したファミコンが大成功して家庭用ゲームの世界的企業へ成長を遂げています。ソニーグループのプレイステーションに主役の座を奪われた時期もあったんですけども、携帯ゲーム機 Nintendo DS と据え置き型ゲーム機 Wii が大ヒット、さらには2017年3月に発売した携帯据え置き両用のゲーム機
任天堂スイッチが大ヒットしたことでその座を奪い返しました。現在はマリオやポケモンなど人気 IP を活用したビジネスも展開し始めています。 USJ の任天堂ワールドや映像コンテンツ強化など IP の接触機会の拡大も図っています。任天堂の本日の終値は5645円で、年間配当金は172円を予定しています。よって配当利回りは 3% となります。ちなみに任天堂は株の集大制度を行っていません。株価については今春以降5600円前後から6200円前後、この間でのボックス圏での動きが続いていまして、短期的に見ると売買のタイミングが非常に分かりやすくなっています。目先は半導体不足による任天堂スイッチの生産遅れも解消されつつあるとの見通しから、ソフトのヒット作が好調に推移することで業績の上方修正も期待できそうです。この先もマリオやポケモンなど唯一無二の人気コンテンツを持ち合わせて、世界中のゲームファン、子供たちを魅了する企業だと思っています。いずれ株価はこのボックス圏を上抜けていくと思っていますので、株価の上昇による資産の成長と高い配当金収入を期待していきたい銘柄です。二つ目がオリックスです。現時点でも高配当株ではあるんですけども、この先の増配も期待できそうな銘柄としてピックアップしました。総合リース国内首位で業界の草分け的存在の企業です。設備や自動車などのリース業にとどまらず、不動産、投資銀行、債権回収、施設運営などの事業投資、銀行、保険、カードローンなどのリテール金融といった経営多角化で、リース業界の枠を超えた事業展開を行ってきています。現在は国内外で M&A を積極的に行ってきておりまして、海外事業も中国、アジア、アメリカ、欧州へと広く展開しています。足元では再生可能エネルギー分野への投資を進めてきておりまして、太陽光発電では日本トップクラスとなっています。オリックスの本日の終値は2173円で、年間配当金は85円60銭を予定しています。よって配当利回りは 3.9% となります。そしてオリックスは2024年3月まで、ということになりますけども、株の集大制度があります。2つありまして、1つがカタログギフトとなっています。100株で1点受け取れます。そしてもう1つがこちらの株主カードです。100株で1枚受け取れます。オリックスグループが提供している施設の割引優待などが受けられます。株価についてはコロナショック以降、今年の1月ぐらいまで右肩上がりだったんですけれども、業績の伸びを欠くという見通しから停滞感がある動きが続いてきています。業績に派手さがない分、株価も徐々に右肩上がりの成長を遂げていくイメージだと思っています。リースを中心とした金融企業ではあるんですけども、再生可能エネルギーや投資事業など事業の複合化を行ってきています。今後も様々な取り組みで収益を伸ばしてくる企業だと思います。ちょうど新NISA が始まる2024年の3月末を最後に株の集大制度が終了して、その優待分を配当金に還元していく時期に差し掛かりますので、持続的な増配というのを期待していきながら保有を続けていきたい銘柄です。3つ目が JAL です。株の集大制度と配当金のバランスで狙いたい銘柄です。 ANA とともに日本を代表する航空会社です。ナショナルフラッグキャリアとして世界各国に路線を持っています。2000年代にアメリカ同時多発テロなどによる需要の減少と無理な拡大路線が重なって経営破綻してしまうんですけれども、2011年3月に会社更生手続きが終結します。2012年9月に上場廃止してから2年7ヶ月ぶりに東証一部に再上場を果たしています。長引くコロナ禍の影響を大きく受けて業績が落ち込んだんですけども、水際対策の緩和や全国旅行支援など業績回復のきっかけも出てきています。現在は LCC のジェットスタージャパン、ジップエア東京、スプリングジャパンにも注力しています。 JAL の動画撮影時点での株価は2731円で、年間配当金は未定となっています。そして JAL に投資する魅力として挙げられる株主優待制度なんですけども、国内線で使える優待運賃割引券 50% 割引となっています。こちらを年2回受け取ることができます。そしてこちらが継続保有期間3年以上になりますと、株数に応じて追加申請が受けられます。株価についてはコロナショックで大きく下落して、低迷が続いていたんですけれども、搭乗者数の回復ですとか水際対策の緩和、全国旅行支援を追い風として、上昇を遂げてきています。戻りの目処としては少なくともコロナショック前の、3000台前半から3000台半ばまでは目指せると思っています。コロナ禍で業績が悪化したことで無敗に転落してはいるんですけども、それまでは1株当たり110円を出していました。2019年3月期の配当成功が 30% 以下でしたので、今後の収益次第ではさらなる増配も目指せそうです。現在の株価水準でもコロナ前まで復配してくれば配当利回りは 4% もあります。
あとは2024年頃の株価次第ではあるんですけれども、現在の株価水準ぐらいでくすぶっているようだと、配当金と株主優待のバランスが取れる銘柄として購入候補に入れておきたい銘柄です。4つ目が KDDI です。連続増配を期待する銘柄としてピックアップしました。2000年に DDI が KDD、移動を統合して2002年から現社名となりました。主力の携帯電話通信事業 AU は国内シェア2位となっています。au の契約者数が頭打ちになる中で客単価向上による成長を目指して通信とライフデザインの融合をスローガンに掲げています。現在は動画、通販、金融などスマホと相関性のある領域の事業拡大に注力しています。 KDDI の動画撮影時点での株価は3985円で年間配当金は135円を予定しています。よって配当利回りは 3.3% となります。そして KDDI に投資する魅力としてもう一つ挙げられるのがこちらの株の集大制度です。au Pay マーケットの商品カタログギフトとなっています。100株で3000相当、1000株で5000相当なんですけども、こちら継続保有期間が5年以上になりますと、100株で5000相当、1000株で1万円相当にアップグレードする仕組みとなっています。KDDI の株価は今年に入ってから順調に上昇を遂げてきていまして、まあ、この間業績も安定しているわけなんですけれども、ただ現在の株価というのは通信障害発生していたこの夏頃、この頃にもつけなかった4000割れを久々に起こしてきています。追加の悪材料というのは出ていないだけに、これまで KDDI を買いたかったんだけども、まあ、今年一本上昇で株価が上がってきていて買いづらかったという投資家さんにとってはバッティングチャンスがやってきたと言えそうです。 KDDI は今期で21期連続増配の見込みです。株主還元については配当成功が 40% 超、機動的な自己株式取得を掲げていまして、今後も大幅な利益の伸びは期待しにくくとも、堅実に利益を伸ばしていくことは可能と見込んで、この先の連続増配記録にも期待しています。長期保有で高配当の配当金とカタログギフトの株の集大を受け取りながらメリットを見出していきたい銘柄です。最後に紹介するのが J リートカラーということで、三菱地所物流リート投資法人です。リスク分散と安定した分配金、中長期的な増配に期待している銘柄です。三菱地所物流リート投資法人は三菱地所をスポンサーとする J リートです。主要投資対象は物流施設なんですけども、ポートフォリオの 20% を上限として、工場、研究開発施設、データセンターなどの産業用不動産へも投資可能としています。公募増資を繰り返しながら資産規模は2616億円にまで成長しています。三菱地所物流リート投資法人の本日の割値は43万9500円で、年間分配金は1万5460円を予定しています。よって分配金利回りは 3.5% となります。株価についてはコロナショックの際に一時的に急落はしたんですけども、その後については45万円を挟んで行ったり来たりの動きが続いてきています。分配金利回りを考慮しますと、現状では居心地の良い株価水準と言えます。物価の稼働状況が良好であることから、分配金は増配が続いていまして、まあ、それに釣れるような形で段階的に株価も上昇していくと予想しています。スポンサーが三菱地所という安心感からも、物流系リートの中では今後も公募増資を繰り返しながら規模を拡大していくと思われます。分配金も少しずつ上がってきておりまして、まあ、継続的に増配を繰り返していくことで、将来的に保有株の分配金利回りが 5% を超えてくるような展開を期待しています。今日のまとめということなんですけども、この度発表された新NISAについては、利用価値大の制度になったと思っています。個人的には成長投資枠で、日本株、とりわけ高配当株を中心に投資していきたいと思っています。取り急ぎ候補5銘柄をピックアップしたんですけれども、その他にも武田薬品工業など株価水準によっては買ってみたい銘柄は複数あります。まだ1年先の話ということですから、それぞれの銘柄の株価の動向ですとか、配当金の動向を見極めながら銘柄を絞っていきたいと思います。今日は2024年改正予定の新NISAの概要が発表されましたということで、内容の紹介と僕自身の投資スタンス、そして購入候補5銘柄を株価見通し解説付きで紹介しました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。